時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。モーニングフリーウェイ福島、福島 FM の第3スタジオから生放送で三好理香がお送りしています。今日のこの時間はご案内していましたように、アスカブックエンド特集ということで、アスカさんからのメッセージお届けします。まずアスカさんの今年、そして今ハマっていること、そしてアルバムのことについて伺っていますので、この時間はアスカさんのナビゲートでお楽しみください。それではアスカさん、よろしくお願いします。モーニングフリーウェイ福島県の皆さん、そして三好理香さん、おはようございます。アスカです。なんかチャイは7月に福島の方に、お邪魔させていただいたみたいで、今回僕はこういう形で出演させてもらってるんですけどね。今年は大変な年でしたね。大きく線を引かれた年になりましたね。被災された方たちとそうでない方たち、もうこれにも尽きると思うんですけどね。ただでも、なんだろう、日本中から日本中の気持ちが届いたっていう、なんか日本人の気持ちというか、そういうのが泣けてしょうがなかったですね。最近は地震の話題なんかもリアルな話題になってきてますから、いつかは我が身の中でとにもね、何かをしなきゃいけないという気持ちが全てだったんじゃないかと思うんですけどね。被災された皆さん、頑張ってくださいなんていうのは、当たりきたりの言葉でしかないんですけど、もう本当に頑張ってください。こういう気持ちが言葉じゃなくて届けば本当に一番いいんでしょうけど、この言葉しかないので、一緒に乗り越えていければと思います。そんなこんな中、最近僕の方はポラロイドカメラ、今更ポラロイドカメラだと言われそうなんですけどね、ちょいとハマりましてですね、昔からねポラロイドカメラの質感がすごい好きで、写真撮影なんかにテストパターンでポラロイド撮ったりするんだけど、僕はそっちの方がすごい好きだったりしたね、昔から。でずっと使ってなかったうちのポラロイドを引っ張り出して、そしたら今度フィルムがない、もう売ってないんですね、生産されてない。それでなんか諦めがちだったんですけど、ネットで調べるとどうもやっぱポラロイドファンっていうのがやっぱりいて、そういう、なんだろうな、ものを残したいということで新しくフィルムを作成し始めている方たちがいらっしゃいまして、それを購入しての、日比さん前みたいな、なんだろう、クオリティの高いものはちょっと無理なんですね。ただでも、やり方によっては面白くトイカメラのような、写真になるので、僕が写真のこと言ってもしょうがないですけどね。まあ最近にはポラロイドカメラが一番自分の中ではヒットしたかななんて思ってます。でそんなこんなをですね、撮った写真をアルバムに入れれたい、なんかできればよかったんですけど、ちょっとそれは今回無理で、今回のアルバムがブックエンドってアルバムなんですね。これはもうカバー曲です。僕はクリスマスってのがすごい好きで、クリスマスっていうジャンルよりも、なんだろうな、もしかしたら映画音楽だったりするのかもしれません。なんかそれがそう聞こえてしまう瞬間ってあると思うんですよ。わあ、クリスマスみたいだ、自分の中でそのクリスマスとはもう全然かけ離れてる楽曲もあるんですけど、これはこの時期に歌えば形になるななんてこと思いましてですね、前回、5曲、今回7曲と、でそれを今度一緒にして12曲っていうことになってるんですけど、自分が歌うスタンダードなんで、もうこれをどうのって自分で言う
こともできないんですけど、歌いたかった曲が歌えた喜びっていうのは確かにあります。でスターダストなんて楽曲は僕は1800何十何人目にカバーしたミュージシャンというふうに記録されてしまっているみたいなんですけど、スタンダードの良さっていうのはもうこれ普遍的なもんなんで、あまりなんだろう、この曲がこうなるのかなんてことは考えないで、今の楽器で今の時代の中で、それが鳴ってくれればいいなという意識で今回作らさせていただきました。てなこといろいろ言ってますけど、まあ、物件だから一曲聴いてください。レッドイッツスノー、武道館で開催されるライブ、アスカコンサート2012、昭和が見ていたクリスマス、年またいで1月にクリスマスなんてことなタイトルがついてるわけですけどね、これ僕は武道館でコンサートやるの知らなかったんだよね。本当にびっくりした。じゃあ武道館でコンサートやりましょうか、2日なら抑えておきますよなんてことを言ってて笑ってたんだけど、ある時期に本当にそれが行われると聞いてびっくりしましてですね、気持ちをもうシフト、もうシフト替えしなきゃいけないと、今まだ何をやるか決まってません。ただ僕が子供の頃見ていたテレビ番組、どういう感情でどういう感覚でそれを捉えてたか定かではないんですけど、確実に僕の中には昭和っていうのがありましてですね、それをテーマにビッグバンドの皆さんと一緒にライブをやらせていただきたいなと思っております。先日このコーナーには何バイオリストのクラッシャー来たんだってなこと書いてあるんですが、そうなんだ、クラッシャー秋村っていうのはソロで活動してる時にバイオリン弾いてくれてる方ですけど、あ、つながり深いですね。今回の昭和が見ててクリスマス2日目の日、22日の日に全国の映画館でリアルタイムで放送されることになってるんですね。ちょいとその辺をもしよろしければどこであるかを調べていただければ面白いですね。武道館片やステージやりながら武道館のお客さん、目の前にいるお客さんとそれとカメラ通して、今度映画館でそれを見られる方たち、タイムラグないわけですから、まあいろんな試みを持ちつつ今回のコンサートは進んでいってます。僕が感じるクリスマスっていうのはですね、今のようにしっとりした感じのクリスマスじゃないんですよ。クリスマスっていうのは浮かれなきゃクリスマスじゃない。昭和のクリスマスは確かにそうだったはずなんですね。もうクリスマスになると外にワイワイ出て騒いでっていう、今は家庭でひっそりと聖夜を送るというね、クリスマスに様変わりしてますけど、僕は日本の文化があってもいいと思うんだな。日本は日本で、昔どんちゃん騒ぎしてたクリスマス、あれがクリスマスっぽいなって僕は今でも感じてるわけです。皆さんも素敵なクリスマスをですねお過ごしください。ぜひ、武道館ライブ、それとそれが同時放送される映画館いらしてください。では最後に、この曲を聴いてください。世界にメリークリスマス、アスカでした。